ニコライ・ギャウロフ。ニコライ・ギャウロフは、ブルガリア出身のオペラ歌手。戦後最高のバス歌手の一人とされ、広い音域で、深みのある声を持ち、知的でよくコントロールした歌唱を聴かせた。バルカン系バス特有の癖が少なく、スラブオペラ、イタリアオペラ、フランスオペラ、モーツァルト作品まで、全く違和感のない歌唱を聴かせる。レコード録音でも、ボリス・ゴドゥノフ、シモン・ボッカネグラ、 ドン・ジョバンニなど数多くの作品を記録している。ブルガリア王国のベディングラードで生まれ、ソフィア音楽院でクリスト・ブランバロフに、さらにレニングラード音楽院を呼び、モスクワ音楽院でも学ぶ。ワルシャワと1955年のパリ国際音楽コンクールで優勝し、同年ソフィアの歌劇場で、バイ・ジェンドのセビリアのリハチ氏のドン・バジリーを歌いデビューした。翌年ウィーンで、 アイーダのランフィスを歌い成功。翌1958年には、ボリショイ劇場で、メフィストフェネスやピーメンを歌い注目を集めるとともに、イタリアでもボローニア歌劇場でバージーリオを歌いデビューした。翌年、ボリス・ゴドゥノフで、ミラノス・カラザに、出演。1962年には、コベント・ガーデン。1965年には、メトロポリタン歌劇場にもデビューし、さらに、ウィーン。 パリオペラザ、ザルツブルク音楽祭などに次々と出演して、様々な歌手や指揮者との活躍の場を広げていった。日本には1973年の NHK、イタリアオペラ公演の、ファウストでメフィストフェレスを歌い、また1981年のミラノスカラ座の公演では、シモン・ボッカ・ネグラのフィエス公演時、シモンを歌うピエロ・カップチッリとの熱い共演を見せた。 最初の妻で、ピアニストのズラティーナ・ミシャコワと離婚後、イタリアのメイソプラノ歌手、ミレッダ・フレーニと再婚し、二人でしばしば揃って、劇場やレコード録音に登場していた。2004年1月には、デビュー役であるドン・バジーリオをベネツィアで歌っている。同年5月、心臓発作に襲われ、自宅のある、モデナ近郊の病院に入院していたが、6月2日に死去した。 ありがとうございます。